ジャン・クリストル、ロマンドラン。前回の続きからです。土豪者の仲間に加入することを拒む者、製作所に入ることができないか、あるいはそれを望まない者は流刑やまたは窒息的生活に処せられていた。天才は少しも枯渇してはいなかったが、人体と破滅とに打ち負かせられていた。クリストフが出会った若い音楽家たちのうちには、この民族の流麗な楽章の魂と過去の賢明簡素な芸術を貫いている美の本能とが心の中によみがえっている者も一人ならずあった。しかし彼らに注意してくれる者はなかった。彼らは演奏してもらうことも出版してもらうこともできなかった。純粋なシンフォニーに対しては何らの同情も寄せられなかった。演じを顔に塗っていない音楽に対しては少しも聴衆がなかった。そこで彼らはただ自分のために歌っていたが、その落胆した声もついには消えていった。歌ったとて何になるか、眠るべしだ。クリストフは彼らを助けたくてたまらなかった。そしてもし彼らを助けることができたとしても、彼らの猜疑的な自負心はそれを受け入れなかった。いかにしようとも、彼は彼らにとって一の他国人だった。そして古い民族のイタリア人にとっては、他国人に対する歓待の風習にもかかわらず、他国人は皆要するにやはり野蛮人なのである。自国の芸術の惨めさは自分たちの間だけで処置すべき問題だと彼らは考えていた。クリストフへの友情の印をしきりに見せながらも、彼を自分たちの仲間には入らせなかった。かくて彼は何とすればよかったか。彼らと対抗して、そのわずかな日向の場所を奪い合うようなことは、さすがになし得なかった。それにまた、天才といえども栄養物なしには済ませない。音楽家は音楽を必要とする。聴くべき音楽と聴かせるべき音楽とを。一時の引退は精神を強いて陳死差し無るがゆえに有効ではある。しかし精神が再びそこから脱出するという条件においてである。孤独は尊いものではある。しかしもはやそれから脱する力のない芸術家にとっては致命的である。たとえ創造しい不純な性であろうとも、己が時代の性を生きなければいけない。絶えず与えて受けなければいけない。与えて与えてなお受けなければいけない。イタリーは昔芸術の大市場であったし、未来にもあるいは再びそうなるかもしれないが、クリストフがいた頃はそうではなかった。あらゆる国民の魂が互いに交換される思想の市場は、今や北方に存在している。生きんと欲する者はそこで生きるべきである。自分のことばかりに没頭していたクリストフは、再び雑踏中に入るのが嫌だった。しかしグラチアは彼の義務を彼よりも一層はっきりと感じていた。そして彼女は自分についてよりも彼について一層求むるところが多かった。それはもちろん彼を自分よりも深く尊重しているからだった。しかしまたその方が一層便利なからだった。彼女は彼に自分の勢力を譲り与えていた。そして自分には平静を保留していた。彼はそれを彼女に恨むだけの勇気がなかった。
彼女はあたかもマリアのようで良い役回りを持っていた。人生においては各人それぞれの役目がある。クリストフの役目は活動することだった。彼女の方はただ存在しているだけで足りた。彼はそれ以上少しも彼女に求めなかったけれど、ただもしできるならば、彼女が彼のためにもっと少なく彼を愛し、彼女自身のためにもっと多く彼を愛すること、それが願わしかった。なぜならば彼は彼女がその友情において彼の利害だけしか考えないほど利己心を欠いでいることをあまりありがたいとは思っていなかった。彼自身では自分の利害なんかを少しも考えたくなかったので、彼は出発した。彼女から遠ざかった。しかし彼女から少しも離れはしなかった。いにしえの友好詩人が言ったように、魂の同意あらざる限りは人は愛する者のもとを離れず。2、彼はパリに着いた時胸迫る思いがした。オリビエが死んで以来パリに戻るのはそれが初めてだった。かつて彼はこの町を再び見ようと思ったことはなかったのである。停車場から旅館へ行く辻馬車の中でも彼はほとんど窓から外を眺めかねた。はじめの数日は部屋にこもったきりで外に出る気になれなかった。戸口で自分を待ち受けている思い出が切なかった。しかしその切なさは実のところどういうものだったのだろうか。それを彼は自らはっきり知っていたのだろうか。それは彼が信じたがっているように生き生きたる顔をした思い出が飛び出してくるのを見る恐怖だったろうか。あるいはさらに悲しいことには思い出が死んでしまっているのを見出す恐怖だったろうか。この新たな物悲しみに対して本能の半ば無意識的な策略が立てられていた。そのために彼はおそらく自分でもそれとは気づかなかったろうが、昔住んでいた町から遠いところに宿を選んでいた。そして初めて街路を散歩したとき、管弦楽の下稽古を指揮しに音楽会場へやっていかねばならなかったとき、パリの生活と接触したとき、彼はなおしばらくの間は自ら目を塞ぎ、目につくものを見まいとし、昔見たものだけをしか断じて目に入れまいとした。彼は前もって自ら繰り返し言った。俺はそれを知っている、俺はそれを知っている。芸術界は政治界と同じく昔ながらの偏狂な無政府状態だった。広場の上には同じ位置が立っていた。ただ役者がその役目を変えているだけだった。王子の革命者らは俗流の人となっていた。王子の超人らは流行児となっていた。昔の独立者らは現在の独立者らを窒息させようとしていた。20年前の青年らは今はもう昔彼らが攻撃していた老人らよりも一層甚だしい保守者となっていた。そして彼らの批評は新進者らへ生きる権利を与えまいとしていた。表面上昔と何一つ異なってはいなかった。しかも実は全てが変わってしまっていた。